こんばんは。皆さん、こんばんは。70代のフラワーデザイナー、坂根真由チャンネルへようこそ。観音寺市の香川県の西の方の上田町っていうところへ行ってまいりました。私の生徒様が2018年6月に一級正会員となりまして、新しくフラワーアレンジメントの講師デビューをいたしました。それの応援に伺いました。よかったらそのビデオを見てください。すごく天気予報を心配しながら車で坂出から観音寺まで約1時間かかりました。案内も出てるね。香川みどり先生のフラワーアレンジメントデビュー。おはようございます。見てる方も胸がドキドキいたしました。だけど生徒様に邪魔にならないように動画を撮らせていただいています。みどりさん一生懸命秋の七草の説明をしておりますよ。デザインの説明やら花材の説明やら一生懸命ですね。とっても良かったですよ。細かいフラワーアレンジメントの基礎をフォーカルポイント、それからアウトライン、ベースのカバーなどを親切懇切丁寧にみどり先生は教えていらっしゃいましたよ。さすがですね。生徒様もさぞ満足していると思いますよ。いかがでしょうか。おしゃれな秋のフラワーアレンジメント無事に終わりました。みどり先生お疲れ様でした。車で20分ほど移動いたしました。お仕事の後は寄り道して帰りましょう。カフェを美濃町のカフェに寄って楽しいお食事をして帰りました。無双地図株式会社ですね、カフェがあります。皆さんでやってらっしゃるみたいですね。 4,5 人の方で、7人ですか、7人の方でやってらっしゃいます。焼きたての美味しいパンもありましたし、それから土日は泊まれるそうです。その 一棟といいますか、全部全館を借りるそうです。大勢で泊まると安くなるみたいですよ。ぜひお泊まりにいらしてくださいね。なんだか私美濃町の観光大使になったような気分です。美味しいランチや美味しいコーヒー、そしてお泊まりに観光にぜひいらしてください。香川県三豊市美濃町ですよ。フラワーアレンジのビギナーさん、レカンフラワー、ボトルフラワー、マカロンタワー、コサージュ、オリジナルコサージュ、60代70代のファッションコーデなど、いろんな情報をお知らせいたしますので、いち早く受け取るにはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。